ずっと LINE で早く別れるみたいな。やばい、水。3分経ちました。カップラーメンを食べます。やっば、うまそう。絶賛生理前なのでカップラーメンを食べながらお話をしていこうと思います。美味しそうだよね。やば、美味しそうだよね。あのね、いただきます。いただきますみたいな。気になるね。うまっ、やばっ。もみみはダメ。これね、エリが生理前だから食べていいよって自分にあげてるご褒美なの。うん、うまっ。私ね、前からちょっと PMS とかそういうのがあるよっていうのを何回も動画にしてて、結構知ってる方も多いかなって思うんですけど、先月がマジでやばくて、本当に、まあ、先月とか、なんかここ半年ぐらいが本当に生理前の精神的なイライラとか、なんか眠気とかそういうのもやばくて、今日も朝めっちゃくちゃ眠くて、それでね、最近ちょっとこの生理前のことで悩むことが多くて、病院にも行って漢方も飲み始めてるんですけど、そういう今の自分の生理前の状態の話だったり、先月が本当にやばくて、もう大喧嘩して家出して、もうイライラで大号泣して別れるってなってみたいなのとかがあったので、その話をそういえば動画でしてなかったなと思ったので、ちょっとカップラーメンでも食べながら話しようかなと思っています。今の私の現状なんですけど、とりあえずまず PMS のことで病院には通ってて、で、もともとピル飲んでたんだけど、飲んだらダメになっちゃってやめて、で、ピルは効果があったんだよね、精神的なイライラとかには。で、イライラも楽になって落ち着いたなと思ったら、ピル飲んじゃダメってなって、で、命の母も飲んだりしたけど、あんまり自分的に分かんなくて、で、やめて、で、今漢方飲んでるんですけど、漢方はね、効いてるか効いてないかで言ったら、精神的なイライラには効いてる感じはあんまりしないかなっていうところで、でも肌が荒れるなとかにはめっちゃ効いた。だからそこは一応今飲んどこうかなと思って、今飲み続けて3ヶ月目ぐらいです。これもういろんなの試してきたけどさ、こんなしてさ、もうさ、生理前のさ、自分がイライラでこの彼氏に対して迷惑かけるのとかが本当に嫌すぎて、もうこんなっていろんなこと試してきたんよね。なのに先月、本当にもうやばかった。少し前でバタバタしてたってのもあって、多分イライラしやすいってのも積み重なってたんです。もう何がきっかけかも覚えてないけど、喧嘩になって、セイタさんの言い方が優しくないとか、ちょっと強く感じたとかで、セイタさんがなんで言い方に対して最初に言うの、違うでしょ、まずエイリーがごめんねって謝ってからでしょとか、なんかごちゃごちゃして喧嘩になるってことが大体なんだけど、まあ普段だったらそこで、まあまあ確かに悪いなって思って、なんかちょっと不機嫌になるけど、しばらくして自分からごめんねって言ったりするんだけど、生理前だけは本当にそういうことができなくて、もうあの日はなんで分かってくれないのみたいな、生理前でイライラしてんのもあるんだけどみたいな、こんなって言ったらエリーなんか言い訳になるみたいな、もう全部気持ちが溢れ出して、なんか多分イライラしてたのも生理前で溜まってたんだはず。なんかもう嫌だみたいな、もういいよ、お家出るって言ったから、でも家出るって言ったら迷惑かけるから、家ではしない子ってあれなんだけど、でもいいよ、もう出るって言って、出て。で、エリは実家に帰って、その日は実家に泊まって、もう、でも LINE でも、セイタさんにも、無理みたいな。エリからしたらね、普段お互いで歩み寄ってる部分を、生理前だけは少し多めに歩み寄ってほしい、で思うタイプなのね。で、セイタさんに歩み寄ってほしいって言うけど、でも、セイタさんは、エリーの問題はエリーの問題、俺の問題は俺の問題、それは分けて考えてるから一緒に解決することもあるけど、そこはエリーが考えることじゃないみたいな感じとかもあったりして、冷たく見えるかもしれんけど、これがてか正論だとは思うわけね。でもなんか正論じゃないじゃん、心で寄り添ってよみたいな感じで思ってて、
超わがまま、今考えたらなんかわがままだなって、自分がわがままなこと言ってるのは分かってんだけど、っていうのでめっちゃもう喧嘩して、それでやり取りして、もういいよりもずっと LINE で早く別れるみたいな LINE してやばいよねっていうぐらい、でも自分でも感情がコントロールできなくて、それをね、自分だって怒りたいって思って怒ってるわけじゃないんよ。なんかそんなのコントロールできるでしょとか言う人もいるかもしれないけど、自分が自分じゃなくなってるのに、もうそれをコントロールできない状態で、もうどうしていいかわからないから、もう嫌だみたいな感じの状態なわけね、もう。っていうのが月に1回来るじゃん。で、先月がそれがひどくて、もうそんな感じで。でもさ、月に1回別れるっていう彼女とか嫌じゃん。だってエリだったら絶対嫌だと思うんだよね。月に1回さ、毎回喧嘩するたびにさ、別れるっていうさ、彼女さ、嫌じゃない？ぐちゃぐちゃってか、話戻るけど。で、一回家に帰って、でも落ち込みモードだから、もうどうせ自分は泣く時も一人だし、みたいな。どうせセイタさん、彼氏はそばにいないし、みたいな。もうそういうモードだわけね、もう。でもそれでもうめっちゃ嫌で、セイタさんは一人で引っ越しの準備とかしてるわけね。なんか普通にね。そういうのも、なんでこっちはイライラしてんのに、普通に、そんななんか、自分からさ、仲直りしようとか、なんか声かけてくれてもいいじゃんとか、やっぱ思う気持ちが出てくるわけよ。まあもちろんどっちもどっちの部分もあったと思うんだけど、すぐさ別れるとか言ってさ、またみたいな感じで思われてるんだろうなって自分で思うから、どうせなんかまたこんなこと言ってとか思ってるんでしょ、真剣じゃないって思ってるんでしょみたいな。エリだって悩んで考えてんだからね、苦しいんだからね、辛いんだからねみたいな、分からないでしょみたいな。もう大泣きよ。あ、思い出して泣きそうになる。やばい、生理前ってすごいよね、そういうのあるよね。あー、やばいっていうことがあってもうね、やばかったんですよ先月。私テイさんで別れるって言ったらね、エリが本当にそう思って考えてるんだったらいいよ、俺はエリと一緒にいたいっていう未来を考えてるけど、エリがもしそうやって考えてるんだったらいいよっていうわけね。でもいいよって言って、本当はね、多分心はエリは止めてほしいわけよ。超めんどくさい、超めんどくさい女って感じだけど、なんかそういうので、そうそうそう、止めてほしい、止めれてほしいっていうか、正直に、なんだろう、俺は一緒にいる未来を考えてるけどとかじゃなくて、俺は別れたくないと思ってるとかっていうのを言葉で本当は欲しいんだと思う。でもなんかエリアもう別れたいからみたいな感じで、なんか強がっていってしまうみたいな。もう本当にそういうの良くないよねって分かってながらもやっちゃってたんだけど、まあきつかったのマジで先月っていう生理前が今月もまた来ております、訪れております。もうなんか心が限界みたいな、もう疲れたってなるんよ、全てに疲れたみたいな。もう一緒にいることにも疲れたし、そういうの考える自分にも疲れたし、嫌だみたいな。でも生徒さんにもめっちゃ嫌だ、もう嫌だみたいな。疲れた、なんでこんなして、こんなってなりたくないのに、なんでこんなに苦しいのみたいな。頑張ってるの、なんか一生懸命頑張ってるのにさ、辛いんだよね、ただただね、頑張ってる。大丈夫ね、生理前の人これ見てます、見てます。でね、エリはね、こんなって自分の話をしてるのも、生理前のこんなってエリと同じようにパートナーと喧嘩したりとかして苦しいって思ってる人が一人でもこんなって動画見て、あ、同じ人いるって思ってほしいんよね、本当に、と思って今日はこの動画をね喋ってて、そう、一人じゃないよって。一緒にカップラーメン食べよう、みんなも。でね、エリはその大喧嘩を仲直りするきっかけっていうのがあったんだけど、もうエリがここ数ヶ月自分が怒ってる自分がいるから、それがもう嫌だと言ったら、セイタさんがここ数ヶ月エリはそうやって怒ってるかもしれないけど、確実に少しずつ少しずつエリは変わってきてると思うよって、だから俺は大丈夫だと思うよって、少しずつ頑張ってるのも認めてあげてって、こんな怒鳴り散らかして大泣きして家出したような彼女に声をかけてくれて、エリもこんなして自分のわがままでこんなして気持ちを押し付けてる部分もあったと思う。でもただ少し寄り添ってほしいって思っただけ。できないこともあると思う。でも少しテテさんから歩み寄ってくれること、このそばに来て大丈夫だよって言ったり抱きしめてくれたり、エリからもちゃんと抱きしめてほしいとか伝えるけど、どうしても生理まで伝えられないこともあるから、テテさんにも協力してほしいってお願いして、よかった俺がじゃあできなかった分はそこはごめんねって言ってもらって、抱きしめてもらって、エリが大泣きしながら仲直りするっていうね、
俺は一緒にいたいと思ってるよってちゃんと言葉で言ってもらって、やっぱ安心するんだよね、そういう言葉を聞くとね。だからそういう言葉を言ってほしいって言えばいいけどね、なんだろう、言わせてみたいな感じがするのもわかるけど、こうやって言葉にして相手からも歩み寄ってもらって、エリも自分から頑張って、生徒さんに今こういう気持ちを思ってる、今こんな状態で辛いと、こんなってイライラも止まらないし、生理前だし苦しいしみたいなことを考えてるんだよねっていうのも頑張って話して、一緒にこんなし仲直りしてっていう感じなんだけど、そうそう、で生徒さんにその時に言われたから、すごいよねあの人、マジ器広いと思うより、自分は自分、相手は相手ってしっかり分けてる部分もあるけど、受け止めてくれる時は受け止めてくれる部分が本当にすごいんよ。だからそうやって生徒さんに、なんだろう、受け止めてもらえたっていうところで安心できたし、自分も少しずつ成長してるはずだから頑張るって自分で口に言ったわけね、口にしたわけね。分かった、じゃあ生徒さんがそう言うんだったら、エリも信じてる人だから、尊敬してる人だから、生徒さんが言うんだったらエリは成長してるんだと思う、まだまだ怒ることはあると思うし、イライラすることもあるけど、少しずつ頑張ってみたいって、迷惑もかけることもあるけど頑張りたいって、二人で乗り越えていく問題にしていきたいって、自分だけのことじゃないと思うってちゃんと話して仲直りしました。このさ、生理前のさ、こういうので苦しんでる人とかってさ、マジでさ、それが毎月来るってさ、相当だと思うわけで、なんかさ、年に12回も来るんだよ、やばいよねマジで。なのにそれをなんか乗り越えてこうやって生きてて、マジで偉い、エリはすごいと思う、本当に大丈夫よみんな、本当に大丈夫。エリは一番パートナーに大丈夫って声をかけてほしかった。だからもし男性がこの動画を見てる場合は、パートナーが落ち込んでたら大丈夫だよって、何があってわからないかもしれないけど大丈夫だよって抱きしめてあげて、本当にって思います。私は悪いのはさ、自分じゃないからさ、セツさんに言われたけど、ホルモンがこの辺崩れてるのが悪いんだから、ホルモンバランスが勝手にそうなるんだから仕方ないよ。体のね、反応じゃん、体の反応にさ、自分がどうこうしようって言っても無理じゃんね。だから毎月毎月こうやって自分が成長しているし、よりは相手に自分がこうしてほしい、ああしてほしい、こうやって抱きしめてほしい、そばにいてほしいとか、ちゃんと口にしないと伝わらないんだよ、察しては伝わらないんだよっていうのを、もう自分のこの身に染みるようにちゃんと言ってる、言うように先月からしてる。なので今月はどうかわからないんですけど、でも察してじゃなくて、なるべく伝えるように、言葉があるから、伝えるために言葉があるから、生徒さんにちゃんと伝えてね、そうやって生理前の彼氏と別れたくなるって、パートナーにも迷惑かけてる自分から少しずつ変わっていきたいなと思ってます。大丈夫、一緒に頑張りましょう、イエーイ超適当、みかんでも見て癒されてください皆さん、こんなに綺麗なアンモニアイトで寝ております。あー美味しかった、ごちそうさまでした。でもこんな感じでエリもね、自分が生理前のこの気持ちとか、なんかあった出来事とか、こうやって話して、なんか、同じような人のコメントとか読んで、あ、わかるーみたいな、共感嬉しいとか、なってるんで、もうみんなコメントとかに書いて、もう辛いのを一緒に乗り越えるぐらいの気持ちで、見てもらえれば嬉しいなと思います。今月は、喧嘩しないように頑張ります。喧嘩しないように頑張るっていうか、なんだろう。喧嘩する前に、ちゃんと、自分の気持ちをね、落ち着かせたりとか、ちゃんと相手に伝えられるように、こうしてほしい、ああしてほしいとか、ように今日、今月はちょっと意識してみたいなって思います。またこういうことがあったら一人で話すので、そういう時は一緒にみんなね、カップラーメンか、なんだろうね、次のご飯は。今日はありがとうございました。最後だけガチガチになる私です。今度は二人で仲良く動画撮影できればいいなと思うので、あ、もう仲いいんだけど、喧嘩はしてないんだけど、今もね。今日は終わりたいと思います。じゃあねー、バイバーイ。どういうこと？ちゃんと牛してって伝えるって決めたの。そういうこと？牛して寂しい。ありがとう